少し重い展開となりましたが、今日はどういった入りを見せるかどうか。阿部、ここからスリーポイントを狙ってきます。おお、決めてきました。阿部、そして三河のオフェンス、熊谷、熊谷いきます、熊谷が入れて、いやー、これは素晴らしい、いいですね、熊谷根頃と今日スターターに入った。ここは時間をかけさせました。この位置から後藤のスリーが来る。いや、この辺りが正確に。オフェンスリバウンド強いコリンズワーズ、もう一本自分で行って、これを沈めました。ビューフォードがいないというところの対応はもうできてきているんです。そうですね、はい、まあ、ビューフォード選手が入った時点でもうここもそうですね。そうですね、はい、まあ、こういう形で点が取っていけるので、はい、というところだと思いますね、はい、さあ残り4秒でショットクロック落としてバスケットカウント。これはうまくピックアンドロールからのダイブですね、はい、ここ早いですよね、はい、あ、もうここまでボール持ってきてますもんね、はい、2本目落ちて、さあここから6秒あれば島根も一気に持っていくことができますが、ビュフォードから決めてきた。やはり島根さん飛んできまして、シェファー、ここでコリンズワースから熊谷へ、そこからのショットは決まった。ビフォードがボールを取れませんでしたが、早いですね、すいません、これが得点できるかどうかというところで、ちょっと三河にも流れまた来るかもしれませんね。そうですね、はい、しかしこれは小坂、勝負どころをまだ先に置いているでしょうか。河合隆二ゲットコーチ成功。コリンズワース前が開いた、持っていく、ダンクショット。さあ、ビフォードに預けた。さあ、ここ、いやー、この動きは素晴らしい、デモンブルックス。セーフティー、安全なこの点差ではないという状況ですが、スリーポイント決めた。よく決めましたね。はなくまた他の選手の動きというところになりますが、熊谷、これは落ちるがどうだ、拾ったのは白浜。ああ、いい、早いですね、これが島根のバスケットどうなったでしょうか。チーム、これが13投目になるでしょうかね。あ、これ2つ落ちましたが、ではコリンズワースがレイアップで決めるということになりました。おスコア出ておりますけど、第2クォーター島根が32得点というところ、やはり